やってきました、国立高。ここはね、静岡県掛川市大池。はい、営業時間は朝9時から5時まで、定休日は水日、モーニングは朝9時から11時、サービスランチタイムは11時半から2時、月火木金、あれ土曜日はやってないのかな、まあ行ってみよう。はい、店内風景はね、こんな感じ。カウンターがあってね、テーブルの席があって、はい、広々としたね作りになってます。メインはね、トーストホットサンド、サンドイッチ、ドリア、ピラフ、オムライス、手作りハンバーグ、お袋カレー、パスタ、焼きそば、うどん、お、焼肉定食なんかもあります。お、日替わりランチもあるんだね。日替わりランチは平日のみ、コーヒー付きで950円。これはお得だね。今日ね、平日じゃないからね、日替わりランチ食べれないんだよな、残念。まあその他ね、ドリンクメニュー、コーヒーとかね、ミルクティー、ココア、ソフトドリンクね、あります。モーニングセットもね、朝来ればね、安くてお得な感じです。お姉さん、食べ物、おすすめお願いします。おすすめ食べ物ですけどもね、はい、まあ、うん、ハンバーグ系とかオムライス系はよく出ますよね、はい、なるほど、わかりました、はい、そしたらカレーもちょっと辛くて美味しいですけどね。あ、ちょい辛ですね、はい、ハンバーグは何ですか。ハンバーグこの3種類ありまして、和風おろしと、うん、あと煮込みが2つで、今ね、デミグラスがなくなっちゃったんですけどね、トマトソースか和風おろしね、はい、和風はあのおろし、はい、大根おろしね、わかりました、よし、わかりました、はい、おろし、頼みます。あの、おろし、和風おろしハンバーグと、はい、オムライス頼みます。トマトソース、両方いきます、はいはい、じゃあトマトソースと和風おろしと、はい、1つずつ、はい、はい、かしこまりました、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。さあ、来たよ、来たよ、オムライス、あ、大丈夫です。全然大丈夫です。はい、お願いします。あ、すいません。ありがとうございます。はい。どうしようかな。縦にして、こんな感じね。さあ、食べます。いただきます。サラダの2つ、スープの2つ。まずはサラダから。スープね、さあさあ、オムライス、これね、デミグラスソースです。結構大きいね。はい、オムライス完食。お袋のオムライスって感じでした。はい、次はね、和風おろしハンバーグ。うん。こちらもね、スープとサラダがついてます。たっぷりサラダ、サラダからね、ドレッシングは違う、サラダね、2つだからね、味変えてくれたのかな、親切です。人参がね、
ついてる。ちょっとおしゃれな感じ。この和風ハンバーグはさ、海苔がね、乗ってるんだね。大根おろしと海苔。うん、うん、柔らかい。このハンバーグはね、見た目以上にボリュームあるね。結構大きいです。うん、大きいよ。厚みがある。厚みがすごいからね。やばい。やっぱりね、オムライスとね、ハンバーグのセットはね、結構お腹たまります。はい、ハンバーグラスト。うん、はい、完食。いやー、すごい。やっぱね、ハンバーグのセットとね、オムライス、かなり量多かったです。お腹いっぱいになりました。ここはね、静岡県掛川市大池にありますね、コーヒー&ランチカフェコクリコさんです。すごくね、落ち着いた雰囲気のカフェになってます。ゆっくりね、くつろげるスペースになってますんでね、たまにはね、いいかなと思いました。バイバイ。